ファンタジスタサッカーチャンネル、今日も始まりました。はい、いろいろ今日シリーズも今日で 4回目、5回目になりますけれども、前回は、まあ、今までの指導者と元 J リーガー鈴木純、どういうふうに違うのかってことをお伺いしましたけど、今日は、まあ、さすが鈴木純、元 J リーガーだなって思った瞬間っていうのを、ちょっと聞きたいんですけど、お三方よろしいですか？はい、はい、はい。ではいつもの通り丹羽さんからお伺いしたいと思います。はい、まあパスのことになっちゃうんですけど、うん、今までだパス多いですね。はい、どうぞ。いいですよ。はい、まあ、全体見てるんですけど、常に見てるんですけど、うん、なんか今まで自分がそこを通すのみたいな感じのボールだったんですけど、そういうのが、うん、ジュンさんだとここ通せるでしょみたいなの結構あって、うん、そういう、まあ見てるところは似ててもそういう、なんていうんですかね、見る力がやっぱり違うなっていう、そのなんていうんですかね、うん、なんて言えばいいんだろう、だからパスコースがなんか他の人よりなんか見えてるとこ違うってことですよね、多分。はい、そういうことですよね。はい、うん、なるほど。だからそういうのっていうのはなんかあれですか、プレーを止めてこうなんか指導されてるときにそういうことをこう言ってくれるってことですか？そういう時もあるし、実際、まあ、ゲームとか入った時に、うん、なんかまあパスを出してたりとかして、うん、自分は結構相手の時が多くて、まあなんていうんですかね、逆疲れたっていう言い方はあれなんですけど、うん、そこ出せるのみたいなのは結構ありました。丹羽さんゴールキーパーですよね。だから守ってて、鈴木さんがなんか一緒に入ってるってことですか、ゲームっていうか練習に？そうですね、なんか紅白戦っていうか、まあちっちゃなゲームの時に、うんうん、なんか他の選手だったら大体ここ狙ってるだろうっていうのは大体あるんですけど、そういう思ったところと違うところに出してくるっていうのは結構多いなって思いました。なるほど。だからその時にやるな元 J リーガーってなるわけですね。そうですね、はい。なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ次藤波さんお願いします。元 J リーガー、あのプレーだけじゃなくてもいいですよ、考え方とかでも全然いいですし、はい、はい、あ、一番思ったのが、潤さんの話聞いてて、うん、あの名古屋 FC からどうだっけ、あの市船、うん、行った時になんか自分が一番下手だったみたいな話は結構聞いたことあるんですけど、うん、なんかやっぱりなんか気持ちの入れ方っていうか考え方次第で変われるんだなっていうのは思いました。それは藤波さん過去の動画を見てくださってるんですね、うちの番組の。あ、はい。そうですよね。そうだろ、今の返事。あ、はい。だってそこでしか言ってないでしょ、鈴木さんだって。いや、練習の時もたまに、はい、はい、あ、そうなんだ。練習、そうですね、練習の時に聞いて、うん、なんか見方を一つ変えたり、うん、考え方変えたりしたらなんかできないこともできるようになっちゃうんだなっていうのは思ったりしました。あー、なるほど。そういう話をこう練習中にしてくれたんですね。はい、練習の終わりにしてもらったんですけど、うん、なんかそういうの聞くとなんか自分でも変われるのかなって思ったりはします。うーん、そうか、なるほど。その時にさすが J リーガーだなと、はい、もっと J リーガーだなと、はい、見てるとこが違うなっていうことですかね。見てるっていうか視点っていうんですかね、うん、やっぱジュンさんは J リーグのなんていうのかな、試合出れてないかった期間があると思うんですけど、うん、なんかそういう時のどうやって乗り越えたかっていうのも、うん、なんか
たまに言ってくれるんで。はい。ちょっとこの動画で話してないじゃないですか、鈴木さん、そういうの。話してないっけ？うん、まあ、ちょっと、まあいいや。はい。でも、皆さんには教えてあげてるんですね、ちゃんとその辺。なるほど。っていうの、はい。っていうのを聞いて、うん。ちょっと、気持ちの部分でも変われそうな気はします。うん、そっか。そっか、はい、気持ちの持ち方一つで、なんか、その捉え方一つっていうんですかね、その事象っていうか、そこの目の前にあること、うん、なるほど。こいつ今日の今日に言われたことを話してるわ。あ、今日言ったんですそっか、まあ、まあ、そういう学びが今日聞いたんですね、それ今日聞いた。じゃあ今までじゃあ JD がもっとさすがだなって思ったことないってことですか？いや、そんなことないですまあ今日の話が特に今日も含めて、うん、そういう気持ちの部分も大切なんだなっていうのは思いました。うん、なるほど。はい。いや、藤波さん、なんか遠慮しないでいいじゃん。もっとなんか言ってくださいよ。なんかもうね。いや、もっとなんかあるでしょ。ないの？遠慮はしてないですね。あ、わかりました。はい。そこまでないっていうことよ。いや、その。そっか。いや、でも、あんま。なるほどね。大したことない。鈴木さん、もっと頑張んなきゃって。頑張ります。わかりました。じゃあ次、中野さん、お願いします。はい。自分が一番思ったのは、パスもそうですけど、キックの質っていうか、うん、自分、左利きなんですけど、うん、なんか、本当に左しか蹴れなくて、うんうん、やっぱ上の人とか、プロになると、ジュンさん右も蹴るときあるんですけど、うん、やっぱ回転が綺麗だなと思って、うん、右でどうやってあの回転を蹴るのか自分分かんなくて、使い分けれるのかなと思って、プロの人って、うん、片足だけっていうことが多分通用しないと思ってて、多分そこが一番すごいなって思いました。ああ、なるほどね。それはね、今怪我してるから左足は蹴れないだけで、あの右足なんか多分本当現役時代ほぼ使ってないから。あ、そうなんですか、鈴木さん。うん、それでも皆さんからすれば、まあ今練習してるっていうのもあるんでしょうけど、そう、今ねあのみんなが見てないところで右足のパスの練習してるから、ほら、なんかこそこそやってこそ練してるらしいですよなるほど。なるほど。やっぱり皆さん、やっぱ蹴るとこっていうのは、やっぱ、あれなんですかね、聞いてるとね。印象に残るのかな、うん、やっぱり、うん。どこですか、鈴木純の止めるとこは下手くそなんですか？よく言うじゃないですか、止めて蹴る。で、今さ、皆さん、蹴るとこはいろいろ見てますけど、止めるは、実は下手くそなんですか？そんなことないでしょ。止める場所の置きどころがちょっと違う。うんっていうのは感じます、うんうん、まあそうですよね、きっとね。なんかその辺も気づいてないのか、皆さんがっていうところもあるのかななんて私なんか思っちゃうんですけど、そっか、そこまでやらないか、そんな鈴木さんもパフォーマンスは。そん、まあまあたまにやるけど止めるとかは、うん、でもまあそんなにやらないかな。最近は特にね、うん、怪我してて、うん、できないっていうのもいいから、うんうん、そこ、なるほど。怪我する前なんか特にニワちゃんとかめっちゃシュート受けてたじゃん。はい、そうですね。左足で結構打ってもらって、結構しんどかったっす。しんどかったっす。なんだよ、それ話になってないじゃん。いや、なんかコースあんまり左利きからシュート打たれることなかったんで、ああ、なんかまあいい。体験できたなっていうのはありました。それだったら中野さんに蹴ってもらえばいいじゃん。ねえ、ねえ。いや、そうか、なるほど。ゆきさん、あんまりあれだね、ここの話はあんま出てこないね、なんか、ね、出てこんかった ね、うん、まあそんな、まあ無理やり引っ張ってもしょうがないので、大したことないっていう、ゆきさんもうちょっとねっていうことで頑張る俺も、うん、まあ、そこはご自分に矢印ってことで、ああ、よろしいですかね。実力不足だったってことで。はい。
もうちょっとってことで、はい、でもまあでもやっぱキックのところパスっていうかシュート、まあ、ロングボールとか、まあ、そういうところがやっぱなんか、うん、メイさんの社会人チームの皆さんには、まあ、印象残ってるのが強いんだなっていうのが分かった今日の動画は、はい、鈴木さんのまだ勉強不足っていうことで、はい、よろしいんですかね。はい、ちょっと今日のところはそれですいません、行かせてください、はい、はい、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。